音楽情報ライブいじくりロックス、ここからはいじくりゲストの登場です。ご挨拶お願いします。はい、デモフィラーボーカルのまゆです。イエイ。ドラムの村田タムです。イエーイ。というわけで、はい、デモフィラーからまゆさんと村田タムさんのお二人が初登場でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ムックと去年対バン、ツーマンもしてるんすもんね。はい、あの時だよ、ダダンチョがさ、はい、いじくりのさ、楽屋でさあのガールズメタルのファンが本当一番大変ですよって俺に言ったからじゃあそれ言わないでくださいよMC でじゃあいじるかなと思ってえ、本当にいじったんですか。いじったよ。バカか。いや、面白かったよ。面白かったあれ、受けてたよね。受けてた。もう本当にあの知り合いその、うん、からこうやって聞いたんだけど、自覚ないのつって、今日は大変だよって言われてたんだけどつって、自覚ないんですか皆さんつって、ガールズメタルバンドのファンが一番大変だって言われてますよつってやばいやばいやばい笑ってた。よかったよかった、じゃあ自覚あんじゃんつって、よかったよかった、危ねえ危ねえ、あ、変な風に湾曲されてたらどうしようかと思ったやっぱ自覚ありますよねつって、あ、よかった。あ、じゃあかなりその日のツーマンは盛り上がったんですね。盛り上がりましたね、うん、なんかいいお客さんたちだった、みんな。いや、そうなんですよ、あのだから、ま、ネモフィラってバンドがこの2019年からこう出てきて、やっぱメタル界隈ざわつきましたもんね。なんかこれ以上若い可愛いメタルバンドは勘弁してくれよって、おじさん連中が。何勘弁って、いや若い可愛いメタルバンドは勘弁してくれって、自分たちは若いも可愛いにも属さないからそうなんです。いいじゃないの。いや、だからだってみんな若くて可愛い方に行くじゃないですか。いやいや、そう、シーン全体が盛り上がるんだからいいじゃん。俺と冠さんはざわざわしたんですよ。まず2人だけじゃねえか。可愛くないおじさん2人だ。まあそうなんですけどもまあまあ本当にそのまあ6月、まあ、ムックもね、あの時だっていろんな結構大御所のバンドさんと、そもそもだって2019年結成してまだ2年ぐらいで、そんな大きな会場で言ってしまう大先輩の、うん、もう名だたるアーティストと、騎士団さんだったり、ロットンだったり、うん、そういうこと、ラウドネスさんとかも、はい、めちゃめちゃ羨ましいですよ心の声出てるよちなみに付き合い長いですけど、ムックと対バンしたこと一回もないですよ。そうなんですか。やられたと思いましたよ。どうですか、その去年 の, そのツアーはいかがでしたか、お二人は。はい、あのまあ、そもそも私たち対バンさせていただく機会も、まあ、あのコロナとともにこう始まったバンドみたいな感じでですね、はははあのライブもまともにできなかったのに、こう最初に対バンツアー決まりましたってなって、え、対バンツアーみたいなんでそれで、まあ、もう本当に一発目ですね、ムックさんって伺ってギャーってなりました私はそうなんですよ、どうしよう。リハーサルをこのステージ で見ててすごい緊張しました嬉しい。そうですね、今日やばいなって楽しかった、すごく。なんかその緊張もそうですし、うん、でなんかこれすごい失礼に当たったら申し訳ないんですけど、こうスタッフさん含めて結構怖かったんですよあの結構、なるほどね、こうまあね、本当もうスタッフが悪いね、怖いな。そうですね、スタッフが悪いな。あ、すいません。うん、あんまね、メンバーはね、可愛いおじさんたちなんで。そうそう。スタッフがね、可愛くないおじさんが結構いかつい、ね、方が多いですけども、ね、あの挨拶させていただいて、リハ見させていただいて、怖今日って思ったんですよ。思ったんです。だって挨拶しに行った時に出てきたマネージャーさんがムキムキでね。うんうん、そうなんですよ。尋常じゃない、ね、村板でね。多分ね、まあギターテックの矢島さん一人だけかな、悪いのは。そう。矢島さんだけが悪いね、多分。見た目いかついです。まあでもその時のライブでこう、あの確かあれですよね、ネモフィラさんがムックの曲をカバーした。うん、はい。なんか私会場限定みたいなの出してたんですもんね。あ、そうなんです。ライブでもやられたんですか、あの時は。はい、やらせていただきました。じゃあお二人で歌われた。はいそうなんです。そうなんです。しかもムックのその時ランチュー、はい、あんな激しい曲を、いやもう なぜチョイスしたのかという、あ、メンバーでですね、こうやりたい曲をこう YouTube でカバー動画をいっぱい上げてる時期がありまして、はいはいはい、時にムックさんやりたいっていうのを、まあ、みんなでこう話し合って、じゃあ好きな曲やろうよっていうのを、何曲かこうみんなで上げてって、うん、あ、じゃあランチューかっこいいみたいな、なんとなくやらせてもらいました。まあ、去年はねコロナ禍だったので、うん、まあ、またその時は声出しができない、う
状況ですけども、うん、ランチはね声があるとすごい。今度はもう逆にうちがお誘いしてなんか一緒にやりたいわ。いやもうぜひお願いします。よろしくお願いします。まだ誘われたことないんですよ。羨ましいです。ジェラシーをすごい感じる。そうですね、すいません、こんな MC がジェラってどうするかって話なんですけれども。